どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ本日もですね、うんこみたいなデッキをね、ご紹介していきたいと思います。皆さんは闇のゲームというスキルご存知でしょうか。気持ちいいぜさんの、スキルなんですけども、闇のゲームっていう、これ結構今強くて、お互いのプレイヤーはそれぞれ自分のターンの終了時に自分の墓地のカードの枚数かける100ライフポイントを失うよっていうスキルなんですよ。だからまあ墓地がいっぱいあるとどんどんバーンダメージ食らうっていうスキルなんですけども、このバーンスキルがすげえ強くて、意外と今やっぱ墓地超えるからね、いろんな、まあ修羅の湯とかもそうだし、まあ大体どのデッキも墓地使わないってことはないんじゃないので、だからまあこの闇のゲームのバーンといろいろ組み合わせることで、まあ結構いろいろできることがあるんですけども、今日はですね、闇のゲーム召喚獣っていう、デッキですね。いわゆるまあちょっとテンプレ構築とはちょっと若干異なるんですけども、私のデッキ何がしていいかっていうと、まず相手の墓地をまあウォームアームとかで肥やしましてですね、でバーンダメージを稼ぐと。で自分はなんとかそのカイトロイドとかクリボールでライフを守って、で自分だけはライフを守り、相手だけバーンダメージを与えながら、こう徐々にじりじりとね、チクチクとライフを削り、で、まあ、ラバゴとかも使ってね、ライフを削りながら最終的にプルカス出して殴るっていうゴミみたいな戦術をね、使っていきたいと思っております。まあいろんな相性いいカードあるんですけど、やっぱねメガロイドシティ強いね。メガロイドシティでウォームワームをぶち割って勝ち割って、カイトロイド持ってきながら相手のデッキ3枚削ってバーンダメージを稼ぐとか、あと単純にこいつが炎属性なんで、これ出るじゃないですか。でこれももちろん炎だからこれ出るんですけど、やっぱねなんだかんだこのサブマリンロイドっていうこの潜水艦すごい強いんですよ。このメガロイドシティってロイドのモンスターがその戦闘を行う、ダメージ計算値デッキからロイドを送るとその攻守逆転するよっていう効果を持ってるんですよ。だからこいつってダイレクトアタックができるんですけど、これのダイレクトアタックが1800になるんですよね。ダメージがこれえぐくらいですか。1800ダイレクトアタックってリンクスめちゃくちゃ強いから、で闇のゲームと合わさったらもうなんかそれだけでもう2000以上のダメージが1回で稼げるっていうね、めちゃくちゃ強い。でまあこれプラス、まあ、防御札は、まあ、罠とかあってもいいと思うんだけど、まあ、底なしとか、まあ、カナディアとかそういうのあってもいいと思うんだけど、まあ別にクリボールとかでいいかなと思って、まあどうせライフ守れればいいから、まあ一番強いのはこれだよね、カイドルドっていう、まあ、これがあるから、まあまあこの辺の、まあ、5枚の防御札で守りながら、相手の攻撃をいなし、ダメージを自分だけは受けないようにプレイングし、で最終的にプルカスになるっていう、そういうデッキとなっております。結構強い、まあ、デュエルキング程度になったら余裕でなれる多分ね。はい、というわけで本日も嫌がらせしていきましょう。デュエルスタンバイ。さあお相手の方はボンデッドキース選手、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。気持ちいいぜ。ターン終了。気持ちよくなかったわ。あんまり気持ちよくはない程度だ。あんまり気持ちよくないんだけども、まあ封印の黄金色いいよ。サンダードラゴンかな。サンダードラゴンですね。オッケー。まあカイトあるんで死にはしませんね多分ね。カイトロイドある時の安定感はやばい。ライフ安定感っていうか、まあライフを、あ、まあ大丈夫かっていう安心感か、やばい。さあ7進化か。ディストロイ、オッケー。ディストロイサムナー、オッケー。で雷電効果、雷鳥もしくは雷鼓、雷獣、オーケー。雷獣の方ね。で、雷鳥も持ってる。雷鳥、やばい、これ3体並ぶか。3体並べ、先にシンクロするやつ。なるほど。雷鼓ではなく、普通にシンクロしていく。で、8シンクロ。なるほど。何が入ってるんでしょうか。まあ、スクラップドラゴンかなんかですかね。ダークエンドの方か。なるほど。なるほど。セットバトル。ぶん投げられて、カイトロイドぶん投げていく。おいで、おい、オッケー。カイトロイドとかいうクソモンスター楽しいで、自分だけ墓地ゼロ。あ、来た。最強カード来たぞ。召喚師アレイスターを召喚。召喚師アレイスターの効果を発動。召喚師アレイスターの効果によって召喚枚数を手札に加えるぜ。そして
メガロイドシティを発動。メガロイドシティの効果、召喚士アレイスターを破壊し、これは水属性モンスターしか持ってこれないか。まあでもとりあえず水属性持ってきて呼吸立てとけばいいんじゃないかな。呼吸トス立てる説あるな、これ普通に。こうしてこうしてで自分の、アレイスターと自分の潜水艦ですね、で潜水艦こうしてこうじゃないですか。これさ、雷合流いてもさ、ボールあるし突破できんだろ、そんな簡単には。そんな簡単には突破できんはず。あとは炎属性引くの待てばいいだけですかね、こっちは。ロイドの炎属性のやつ多分入れてもいいかなとは思うんですけど、んまあなくても炎属性は別にね、いらないかなと思ってるんだよね、俺個人的には。で雷獣 OK、 雷獣 OK で雷獣で取り回収かな、はいはい OK、 多分なくてもいいかなと思ってて。で雷鳥効果、あもう雷鳥使うんだ、雷号出さんの、雷号出さなくて大丈夫。あはあなるほど、それ突破できんくね、その盤面、その盤面突破できんくねえか。バトルフェイズいいよ、え突破できんの、え何これ、怖い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 、何これ、怖いないよ、何怖いよ、何何雷剣、それ2級しかなんだくね、どういうこと、ちょ分からんって、分かんねえ、何このプレイング、ちょ分からん、何これ、どういうこと、ちょ分かんねえ、なんだよこれ、怖えからやめろって。ミスマッチかな、相手のミスマッチかもしんないな。でもこれさ、盤面ロックされたんじゃないのこれ、だからこれあとさ、俺ターンエンドしてれば勝ちないのこれこれ俺ターンエンドしてれば勝ちないの、あとだってラバゴ引くかなんかして残りのライフ削ればいいんじゃない、これこっちじゃね、これ潜水艦でいいんじゃない、これなんか潜水艦で、あとはなんかひたすらになんか無限になんか殴り続ければ勝ちないのこれ、出せねえか。ターン終了でいいんじゃないか、これは普通に。だってこれさ、でも雷剣もう一枚入ってればあれか、一応できるのか、なるほどね、そういうやつね、そういうやつ、まあいいや別に、そんな簡単に引けないでしょ、そんな簡単には引けないはず。で闇のゲーム、まあそうだよね、盤面ロックされてるから闇のゲームされていく。だからあとはさ、潜水艦出してで潜水艦出して、で何のチェーンもないんですよこれ、だからこれ殴っていいんですよ。でメガロイドシティの効果発動して、でカイトロイド墓地送って1800ダメージをバーッと入れて、で守備にして大丈夫ですかサンダードラゴンさん、なんか下手くそじゃない、大丈夫これ、でサンダードラゴン回せてない説、これだってさ、これもう無理だろ、これだってあと2ターンぐらい俺耐えればもうこれ勝ちでしょ、これボールあるし回転のであるしバトルフェイズいいよ、どうぞ、それ全然いいよ、も全く問題ない、全く問題ない闇のゲーム で500ダメージ、あと300ドロー、あ最強カードきた、最強カード1枚セット、ターン終了でいいんじゃないですかねえ大丈夫、大丈夫な、そんな落としていいよ、2級無限に突破できんって終わりじゃないこれ、ここ終わりってやつでは、終わりってやつでは、あ、ないで、あ、なるほどね、あ、先使ってダメージ抑えるみたいな、いや闇のゲームなんだよな、ふはははははは、気持ちいいぜ俺基本的に何もしないんだがこの対戦。さあお相手の方、カイバー社長、よろしくお願いします。デュエルスタンバイだ、カイバー、メガロイドシティの効果を発動、そしてカードを1枚セットし、メガロイドシティの効果ウォームアームを、あ、でもこれ太鼓落ちたらやばいか、太鼓落ちたら若干めんどくせえか、これ太鼓落ちたら結構めんどくせえ、まあ、カイトルであるからいいか別に、太鼓落ちたら、あっぶねえ、あっぶねえ、よかった、ちょ今やるのはちょっとまだ早かったな、多分ウォームアーム、太鼓落ちたらめんどくせえもん普通に、光のレード、はいオッケー、光のレードを今のやんない方がいいな基本的には、あーオッケー、これ墓地効果止めてくんの結構きついんだな、墓地効果止めは結構きついが、
でもなんでかっていうと、カイトロイドの2回目の効果無効されるんで、ちょっとめんどくさいんですよね、それ。シンクロするかどうか。シンクロして、あ、オルタラになる。なるほど。モンスターいないけど。オルタラになっていく。まあ、でも別になんかこのメガロドシティは破壊されてもそんなに痛くないかなっていう気はしますね。ドラッグオンバーミリオンでもいいし、ちょっとね、スプリットが若干めんどくさいけど、スプリットドラゴンが。早くあれだよね、ゲッカリュー欲しいよね。そして、やっぱスピリットある以上、やっぱゲッカリューブラックローズは結構欲しい。バトル、オッケー。2500。まあ、それさすがに。闇のゲームは自分のライフは守らないといけないですよ、基本的に。だからね、あのね、こういうのはもうガンガン使っていい。ボールとかあったらボール投げる、ここは。アレイスター、オッケー。アレイスター、オッケー。アレイスターか。アレイスターね。なるほど。アレイスターか。ボール、これはこっちですね。で、殴りに行きましょうか。殴り行って1800ダメージ入れましょう。削っとくことは大事。多分回転ロード2枚あるからさすがに大丈夫だと思う。で、メガロードシティで1800ダメージをぶち込んでいく。で、こうしてこう。これね、あのね、潜水艦3枚入れるのは結構ありだと思うね。あの潜水艦3枚入れとくと、まあ、一応相手が甘えてた場合、そのメガロイドシティの効果で、あの潜水艦のダイレクトが2回決まるパターンあるんで、それ強いんですよね。2回決まるのすごい強いんですよ。要はもう3600あの削れるんで結構強いんですよね。だそれはさてありだと思います。だからデッキ多分構築変えるとしたら、やっぱその潜水艦2枚入れてって感じかな。それが一番強いと思うと、多分ね。あ、2枚じゃない、3枚か。3枚入れて、でなんかサンダーブレイクか。なるほど。サンブレイよ。サンブレはオッケー。でぶん投げられていくのはカイトロイド。まずぶん投げて、ここでぶん投げて、でこれぶん投げて、で闇のゲームで、あ、残り800。オッケー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 。次耐えればいいんでしょ。次のターン俺耐えればいいんでしょ。召喚書、アレイスター召喚して、アレイスター効果発動。ここでチェーンあるのか。これなんだろうな。まあ天罰とかサンダーブレイクじゃないので、まあ、カナディアとかエネコンとかメグルとかそういう系のカードなのかな。メガロイドシティの効果、アレイスターをぶち壊してシティ持ってきて圧縮しながら召喚魔術の効果を使っておいていいんじゃないかな。召喚魔術発動。これはプルガだとちょっとめんどくさいこと起きそうなんで、コッキリじゃないですかね。プルガ出してあの伏せがなんかめんどくさいやつだと、ちょっとそれはそれでキル取れなくて、なんかこっちがライフ削られるパターンもしかしたらあるかもしれないから、こうして無限の最強の壁を作っといて、でこれで反射ダメージを食らっても死ぬし、反射ダメージ食らってもあいつ死ぬし、あれですね、あの闇のゲームでも死ぬしっていう罪っていうやつじゃないですか、これ。ターン終了。あ、やっぱなんか対象取るカードだね。なんかエネコンとかカナディアとかなんじゃない、メグルとか銀流効果いいよ。これ反射ダメージきついっしょ。3900になるからね、ゴキフトスは。突破できないのではないでしょうか。カイバー、お、カイバー大丈夫か。お、あ、でも700ダメージに抑えやがった、あいつ700ダメージの抑えやがった。めんどくせえことすんじゃねえよ。あ、最強カード来た。最強カード、これいらねえな、もう。なんかいざーい、これいらなくねえ、これ。これ3積みしなかったら、これいらないまであんねん。闇のゲームで300ダメージ。ライフ回復でもしたらどうだ、カイバー。どうした、カイバー。このデッキ結構強いんだな。さあ、お相手の方、なるふじしょう、よろしくお願いします。デュエル3倍ポケモン、はいはい、もう修正されるけどね、このポケモン。これどういう風に修正されるか分かんないですけどね。あ、でもこれ強いな、これは強い。レジェクションはデッキから剣闘銃が特殊召喚に成功すると、違う剣闘銃をね、あ、サジタリも入ってる、強いね。
これソジタリーは、検討捨てて2ドロー、検討捨てて2ドロー、検討カード捨てて2ドローで、ウェイスパシャスか、オッケー、これね、これ勝ち強いんだね。でスレイブタイガー、オッケースレイブタイガーでこうして、なるほどなるほどなるほど、オッケー、これあれなんですわ、あダリウス、なるほど、ダリウスは墓地の検討を特殊感で、さっきのこ の, あの魔法カードはデッキから検討出てくると違う検討をデッキが出せるっていうカードなんですよ。結構強いんですけど、これお3対5だ。ウェスパシアスかドミティアノス、あドミティアノスは結構やべえな、ドミティアノスは結構やばい、初手ドミティアノス結構強いな、これ初手ドミティアノス、それは強いぞ、それはシンプルに強い、それはシンプルに強いが、まあ、ちょっと一旦ここは破壊して、さすがに一回カイトかな、カイト一回止められるのきついな、カイト一回止められるのきついな。でウォームワームどうすか、まあ、止めるよね、多分止めるよね。ドミティアノスこれノーコスト、ノーコスト、ノーコスト、毎ターンにターンに一回天罰なんですよね。ノーコスト天罰が毎ターン飛んでくるんですよ一回。え、このセルカボおじさん結構強いんだけど、これやばいかもしんない、これモンスター効果結構使うんだよこのデッキ、やばい、セルカボおじさんめっちゃ強いかもしんない、これやばい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 、パドルフェイズやばい、それは一回ぶん投げしかないか、ぶん投げていく、これドミティで止めるかな、止めないか、ドミティで止めない、なるほど。でこれはドミティアノス使うかどうかで、あ止めない、止めない、なるほど、止めないんだ、へえ、止めないパターン、止めに、止めねえのか、まあでもこれ両方ともバトルしたことになりますよね。で、あれか、あのイチゴか、イチゴ出てくるか、イチゴでメガロイド破壊か、メガロイドシティ破壊は別にいいか、そんなに痛くはない、これ何だったら勝てるんだ、これこれこれ結構やべえぞ、これ結構やべえ、ドミティアノスガチで強い、やばいかもしんない、ちょっと何もできないドミティアノス最強かよ、ふざけんなよ、やばすぎるだろこのカード、このカードやばすぎるだろ、いやちょっと3500でさ毎ターン無効にしてるのやばいんだよな、なんとかしてボール通すしかねえか、なんとかしてボール通すしかねえ、で買い取るでぶん投げて、これ止める、これ止めない、止めない、止めない、でボール投げる、これは止めるか、でもさすがに止めるか、いやーこいつ強っ、セルカボおじさんクソ強い、やばい、でもアレイスター、アレイスターが、アレイスターが来ればワンチャンのか、アレイスターが来ればワンチャンスある、あ強強い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 強っ、強すぎー、強すぎ、強すぎなんだけど、アレイスター来た、アレイスター来たか、アレイスター来たか、アレイスター来たか、セットでメガロイドシティ発動してシティ効果、アレイスター割ってでまあ潜水艦持ってきて、で召喚魔術して、でもこれアレイスター止められんだよな、アレイスター止められんだよな、アレイスター止められんだよな、あでもこれワンチャンスあるか、こうして融合するんじゃないですか、プルガトリを出すじゃないですか、で、あ、3300あるのね、 OK、 これワンチャンスあるんじゃない、勝ちじゃないこれ、これさアレイスター使わんくてもさ、これ2体なければ勝ちじゃないの、これ来たわ、これ神ゲーだ、神ゲーだ、神だ、え、ドミティアス何、え、ちょっと待って、そんなことあったっけ、このカードがモンスター上に存在する限り相手モンスターの攻撃対象は自分が選択する、やばい、や、忘れてた、強すぎ、やばい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 、強すぎ、うわこのセルカボおじさん強すぎだろ、どうなってんだよ、
全に忘れてたわ。勝ったと思った今。ドミティアノス強すぎ。なんでよこいつ、やべえだろこいつ、言ってることおかしいよこいつ。